プロ野球結果、首位西部ロッテに勝ち、3カード連続の勝ち越し。2022年8月8日、プロ野球は6試合が行われ、パリーグ首位の西部は5位ロッテに10対4で勝って、後半戦3カード連続の勝ち越しです。パリーグ、西部対ロッテは西部が10対4で勝ちました。勝ち、エンス投手7勝6敗。負け、森投手1敗。 ホームラン、西部山川選手、33号。ロッテマーティン選手8号。西部は1対2の4回、長谷川選手のタイムリーツーベースで追いつき、戸崎選手のタイムリーで勝ち越しました。さらに森選手のタイムリーと山川選手の3試合連続のホームランとなる、33号スリーランで一挙に6点を奪いました。エンス投手が5回2失点で7勝目を挙げました。 西武は後半戦3カード連続の勝ち越しです。ロッテは先発の森投手が4回をヒット8本、7失点と役割を果たせませんでした。ソフトバンク対楽天は楽天が7対2で勝ちました。勝ち、宮森投手1勝。負け、和田投手3勝3敗。楽天は0対1の6回、党内選手の2点タイムリーツーベースと岡島選手のタイムリーで3点を奪い、 逆転しました。岡島選手は7回にアウト満塁から走者一奏のタイムリーツーベース、9回にも3打席連続となるタイムリーを打ち、5打点の活躍でした。5回に2人目で登板した宮森投手が1イニングを無失点に抑え、プロ初勝利を挙げました。ソフトバンクは先発の和田投手が6回に捕まりました。 オリックス対日本ハムは日本ハムが5対3で勝ちました。勝ち、根本投手2勝2敗。セーブ、井口投手1セーブ。負け、中村投手1敗。ホームラン、オリックス、紅林選手5号。日本ハムは2回、谷内選手の2点タイムリーツーベースで先制。5回に、菅宮選手のタイムリー。6回には、バイリン選手の2点タイムリーでリードを広げました。 先発した根本投手は7回途中1失点で2勝目。5人目の井口投手が3年ぶりのセーブです。オリックスは終盤に追い上げましたが、及びませんでした。セリーグ。ヤクルト対巨人は、巨人が7対4で勝ちました。勝ち、桜井投手2勝。セーブ、大勢投手1勝1敗、26セーブ。負け、梅野投手3勝2敗。 ホームラン、巨人丸選手、21号、岡本和馬選手、22号、大城選手10号、ヤクルトサンタナ選手、11号、巨人は2対4の7回、大城選手の10号ソロと、吉川選手の2点タイムリースリーベースなどで4点を上げて逆転し、8回には相手のエラーでリードを広げました。 三人目の桜井投手が二勝目、大勢投手が二十六セーブ目を挙げ、チームは四連勝です。ヤクルトはリリーフ陣がリードを守れず、三連敗です。広島対阪神は、阪神が7対5で勝ちました。勝ち、岩佐投手二勝。セーブ、ケラー投手二敗一セーブ。負け、森浦投手一勝三敗。ホームラン、阪神、ロドリゲス選手、二号、ロハス選手、六号。 広島、秋山選手4号、西川選手6号。阪神は2対5の5回、ロドリゲス選手とロハス選手の2者連続のホームランで同点とし、8回に島田選手のタイムリーツーベースと佐藤輝明選手の犠牲フライで2点を勝ち越しました。4人目の岩佐投手が2勝目を挙げ、ケラー投手は来日初セーブです。広島は5番手の森浦投手が崩れました。 中日対 DNA は中日が5対0で勝ちました。勝ち、高橋博士と投手4勝4敗。負け、ロメロ投手4勝6敗。ホームラン、中日石垣選手1号。中日は4回、レビーラ選手のタイムリーで先制し、7回は代打平田選手のセカンドゴロの間に追加点を挙げました。さらに8回には石垣選手の1号スリーランでリードを広げました。 先発の高橋博史と投手は7回途中までヒット5本無失点で4勝目を挙げチームの連敗を4で止めました DNA はロメロ投手が6回1失点と高騰しましたが打線の援護がなく連勝は4で止まりましたプロ野球結果首位西部ロッテに勝ち3カード連続の勝ち越し2022年8月8日 プロ野球は6試合が行われ、パリーグ首位の西部は5位ロッテに10対4で勝って、後半戦3カード連続の勝ち越しです。パリーグ。西部対ロッテは西部が10対4で勝ちました。勝ち、エンス投手7勝6敗。負け、森投手1敗。ホームラン、西部山川選手33号。ロッテマーティン選手8号。 西武は1対2の4回、長谷川選手のタイムリーツーベースで追いつき、殿崎選手のタイムリーで勝ち越しました。さらに森選手のタイムリーと山川選手の3試合連続のホームランとなる33号スリーランで一挙に6点を奪いました。エンス投手が5回2失点で7勝目を挙げました。西武は後半戦3カード連続の勝ち越しです。 ロッテは先発の森投手が4回をヒット8本、7失点と役割を果たせませんでした。ソフトバンク対楽天は楽天が7対2で勝ちました。勝ち、宮森投手1勝。負け、和田投手3勝3敗。楽天は0対1の6回、島内選手の2点タイムリーツーベースと岡島選手のタイムリーで3点を奪い、逆転しました。 岡島選手は7回にアウト満塁から走者一走のタイムリーツーベース9回にも3打席連続となるタイムリーを打ち5打点の活躍でした5回に2人目で登板した宮森投手が1イニングを無失点に抑えプロ初勝利を挙げましたソフトバンクは先発の和田投手が6回に捕まりましたオリックス対日本ハムは日本ハムが5対3で勝ちました 勝ち、根本投手2勝2敗。西部井口投手1西部負け、中村投手1敗。ホームラン、オリックス、紅林選手5号。日本ハムは2回、谷内選手の2点タイムリーツーベースで先制。5回に、菅宮選手のタイムリー。6回には、バイリン選手の2点タイムリーでリードを広げました。先発した根本投手は、7回途中1失点で2勝目。 5人目の井口投手が3年ぶりのセーブです。オリックスは終盤に追い上げましたが、及びませんでした。セリーグ、ヤクルト対巨人は、巨人が7対4で勝ちました。勝ち、桜井投手2勝。セーブ、大勢投手1勝1敗、26セーブ。負け、梅野投手3勝2敗。ホームラン、巨人丸選手、21号、岡本和真選手、22号、大城選手10号。 ヤクルト・サンタナ選手、11号。